山岸真世界の光の中で、本日のゲストは萩原玲子さんです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まさか遠くから来てくれたの？あ、群馬県から。だから俺もね、ごめんね、すいません、ね、本当にもう台風よかった、電車止まらなくて、本当に台風なのか、昨日よっぽど来れないんだったら無理しないでいいですよって連絡しようと思ったんですよ。もう雨でも風でもすいません、ね、ありますありがとうございま す、はい、沖縄の方なんですね。そうなんです、ね、こう見えて沖縄県です、ね、俺沖縄は一応大好き親父なんだけど、うん、どちらなんですか？沖縄の南城市っていうところですね。ご存知ですか？もちろん。すごい。だって中身がわからないんです。だって高速、飛行場から高速乗って、はい、ヒューッと恩納村の方に向かえば、うん、途中南城市じゃないですか。こう高速から右側に。右側に。ぐーっと行ってからですね。そうですね、確かに。いや、うん、南城市よくロケ行ったよね。一つペンション、別荘貸してくれるとかあって前、いつの間にか今のうちのいつの間にか行かなくなったけど、そうですか。なんか沖縄そばのうまいとこも一つあって、そうですね。あの南部の方いっぱいありますね。実はあのそうだね、20年ぐらいだいたい年間4回は行くんですよ。すごい、私より行ってますね。沖縄の人は沖縄のこと知ってる。うん、なぜかというと、はい、あのまあ、ロケで行くじゃないですか。最初は、まあ、近くで本当にあの那覇近郊でもいっぱいロケできたんだけど、だん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 追いやられていって、今は本当にやんばるの方に行かないと、はい、あ、そうなんですか。なかなか撮るとこなくて、というのはやっぱりあのなんだろう、海外行かなくなってからやっぱ沖縄にみんな行くようになって、でどん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 みんなが行くから、うん、なんかやっぱり地元の人に迷惑かけてんですよね、うん、だから僕なんかコーディネーターを昔必ず使って、はい、コーディネーターの方が連れてってくれるところで、例えば古民家でもおばあちゃんがいたらそこに少しお金を払って取らせてもらうとかっていうのをずっとやってきたんだけど、はい、もう今はね、みんなレンタカー借りてガーッと行っちゃってもう海とかね、取り放題に取るから、はい、だから今はもう、ね、あの、うん、僕はもう同じとこしか行かない。池江島と氷島、うん、あ、そうですか。この2つでロケをする。いいですね。いいよ、楽しみなんですよ。いいですね。あの今度はね、あの自分の話なんだけど先にごめんなさい、高いあのあそこに行って石垣島に行って撮影して、今農業の人を撮ってるんですよ、はい、でよそのカメラ師で、はい、フォトコンさんね、フォトコンさんで連載してるんです。今でも沖縄撮り行くんでしょ？はい、そうですね、まあ、最近コロナになってからは回数は減ってますけども、うんうん、行ってますね。あ、そう、はい、あの本当に沖縄ってそのあったかいとかそういうことだけじゃなくて、あの僕はやっぱ思い出がいっぱいあるから、はい、いっぱいいっぱいあって、うん、うん、まあそこの出身っていうだけでなんか心惹かれますよね。キャンピングカーってちっちゃいの？あ、はい、今でも持ってるの？いや、もうちょっと手放しちゃったんですけど、うんうんうん、軽ワゴンをあの車中泊用に改造して、うん、どう改造したんですか？ですね、カーテン、後部座席全部取っ払って、あのコンパネを切り張りして棚とベッド作って、うん、棚とベッドベッド作って、あの棚がこう大体50センチぐらいの幅で、その中にいろいろ収納できて、その上にこうベッドなんですね。で、あとあのカーテンとか全部こう作って、自分の手作り、手作りで、それはすごい流行りの先行ったね。すごい、今キャンピングカーものすごい流行ってるじゃないですか。あ、そうですね、うん、憧れ2つ持ってて、沖縄の方でしょ、それにキャンピングカー持ってるじゃない。あとはもう一つ、なんで風景を撮ろうと思ったんですかね。そうですね、やっぱ自然が大好きなんですね、うんうん、で、あの本当に自然の中にいると居心地が良くて、なんかこう友達とか家族といるような感覚なので、結局最初はいろんなものを撮ってたんです。スナップとかあと人物も撮ってたんですけど、で最終的にやっぱり自然の方にあのメインになりましたね、はい。まあ、今後また何か変わるかもしれないんですけど、はい、作品いきましょうか。そしたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日持ってきてくださった作品ですけれども、こちら春ですね。あの白樺の林を撮ったものなんですけれども、春ってこう白樺の新芽がすごい綺麗なんですよね。この黄色いこう
あの前ボケなんですけれども、キラ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 こう輝いてて、本当に春の喜びにあふれていて、なんかそういったあの気持ちをちょっと織り交ぜて撮りました。素敵。これはカメラは何で撮ってるんですか？はい、これはですね、ソニーの α7R4 で撮っていて、メインはソニーなんですね。メインは、はい、ソニーさんと富士さん、富士フィルムさん使ってます。はい、綺麗な色ですね。これどこの？これは志賀高原 の、うん、石の湯っていうところですね。はい、石の湯。はい、私が写真修行をしたところです。はい、プロフィールに書いてありましたね、3年間修行した。はい、じゃあもうこの辺はよく。そうですね、この辺りをうろうろ庭のように風景撮る方って長野多いよね。めちゃめちゃ多くない、うん、だって、うん、倍あるもんね素材が。そうですね、うん、やっぱりあの山があると風景が変化がたくさんこう飛んでいて、うん、もちろん海もいいんですけれども、うんうん、本当にこう川とか山とか森とかいろいろありますね。綺麗な色ですよね。次に行ってみましょう。はい、まあ、これはあの群馬県の妙義山のところで撮ったんですけれども、まあ、シンプルに桜の枝ぶりなんですけども、はい、あの桜ってね、あの風景で人気なんですけれども、なかなかみんな難しいと思っていて、綺麗、うん、だからこそこう撮るのが難しい。難しいよね桜は。僕も桜の写真集出したことあるんだけど、うん、まあ、一番の人気は写真で富士山と桜だってね、日本は言うんだけど、はい、一回挑戦したんだけど、桜は本当難しい。引きではいいんだよ、はい、うん、なんかこうなんかポツンとさ、うん、町の真ん中でなくて、あの田舎のなんかあぜ道にポンと桜が咲いてるだけでも、こう引いてみるだけはすごい綺麗なんだけど、寄るとね、それと桜って下から見るもんじゃないなってこう思ったり、難しいじゃない。こうなんか目線上の方が桜ってすごくなんか良くて、僕もなんか、僕はあのへそ周りなんで、あの靖国神社の境内だけの桜を撮ったんです、あえて。でその前にはあのすごい武道館があって、北の丸公園があって、桜がいっぱい咲いて、皆さんそっち撮るんだけど、僕はそこじゃなくてその中にあるちっちゃなスペースで桜を撮って、10年ぐらい撮ったのかな。だけど狭いから結局煽ってこう下から見るしかなくて、本当にやっぱりね、結構桜は綺麗だけど、見るはいいけど撮るは難しいですね。だけどここが一番いいのはボケと、なんだろう、色が全部トーンね、こう一つにこうなってるからすごく見やすい。この向こう側も同じ桜。そうですね、でしょ、はい、あのまた桜と少し葉っぱが出てるので、うん、こういう黄緑色が混ざって、すごいワントーンで綺麗だよね。じゃあ桜終わり近いってこと。そうですね、満開からちょっとピークを過ぎた頃なんですけど、葉桜だからね。はい、葉桜です。そしてこれはすごいね、これあのつくしなんですけども、風景の中で結構2人とか家族みたいな被写体っていっぱいあって、そういうのを見つけるたんびにね、嬉しくって撮影してるんですけど、なんか背景の紫色は何？これはですね、あのまあ春のね、小さな草花ですね。黄色いのも草花で、それも全部こう前ボケと後ボケで挟み込んで、うん、綺麗ですね。よくね、家族っていうなんか象徴的な、はい、あの撮り方でね登場しますよね。なんか植物もね、あの人間と同じように本当にこうなんかこう絆があるんじゃないかと思うことがよくあって、うんうん、それが好きでよく撮ってますね、テーマとして。綺麗です。次々と行きます、はい、まあ、これはあのシンプルに風景写真らしいものなんですけど、どちらなんですか。これはあの志賀高原の石沼というところですね。この白いのは何ですか。これは羊草という高山植物なんですけども、あの面白い、冷え込んだね、夕暮れ時にもやがふわっと立って、うん、鏡みたいになってる状況ですね。早朝、夕方に夕方、うん、撮影しました。あのお兄さんの白さんにね、はい、俺も一回あの行きたいと思って、だけど大変でしょ行くのって、いやいや車で、そんな風景は山じゃないって、風景は車で行って、はい、ちょっと歩けばいいから大丈夫ですよって言われて、なんか 山と一緒のイメージですよね。そうなのよね、なんかそこまで行き着くに大変だと思ったりするんだけど、はい、あの白さん大丈夫ですよ、あの駐車場車止めてちょっと行けばだからあのやっぱりちょ季節とか時間とか、そういうのちゃんとこう分かってれば、まあ、綺麗な、ね、風景と出会うことができるし、でもこういう有名な場所だとたくさんいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、あの
紅葉のピークのシーズンとかすごい人ですね。そういうところどうやってこういいポイントをこう縫っていかれるんですか。避けますね人が多いときはちょっと避けますね。あえて風景もハマると本当にもうどんどんハマっちゃうと思います。そうですよね、はい、今ねそうあのプロの写真家がハマるっていうね、はい、ことっていうのがやっぱりすごい大切で、たくさんの人が風景を撮りたいってね思うのはやっぱハマるからなんだよね、きっと。僕はもうねいつも仕事だとここら辺に女の子が立ってるとかさ、いいですねこちらに女の子。こういうとこって、はい、あの国立公園とか、あ、そうですね、なんか国定公園とかってあるじゃないですか、はい、でそれは撮影とかっていうのは今のところは特に規制はないですね。はい、入っちゃいけないっていうところは入んなければいいっていう。あ、そうですね、遊歩道があるので、うん、そこから、はい、あ、はみ出してね。じゃあみんなと同じ景色を見るんだ。そうですね、自分だけっていう。自分だけ、まあ、あのやっぱり遊歩道の中でどこにか動くって感じですね。うん、ここもそうなんですか。じゃあここも結構ウッドデッキであの人間のエリアが決まってるところですね。じゃあ向こう側にモデルさん立たせることは難しいですそうですね、この辺り結構クマさんがいるので、モデルさん立たせるのはちょっと。クマいる、クマさんいますね。あ、そうそんなさらっと出てくるんですか。さらっといますね。だけどヒグマとか月のワグマとかそのヒグマとかでっかいやつないんだよね。月のワグマですけども、いる、うん、います。それは危険だね。そうですね、あの結構怖いんで立たせられませんね、うん、はい、モデルさんはちょっと。クマもさ、そのでっかいクマとちっちゃいクマいるから、うん、種類によってね、だから、あ、それは危険だわね。撮った後に実は写ってたなんてことあるんですか。あ、写ってたことはないですけど、撮ってる時に見かけることはちょこちょこそうはするの。ちょこちょこ、うん、いますね。なんか黒い犬いるなと思ったクマさんだとこちらはあの羊草っていうあの、まあ、先ほどと同じ、ね、水草なんですけれども、ここにこう一輪の花が咲いていて、であのこの手前のこうオレンジ色は、コーニーリっていうね、またこれも高山植物なんですね。で、あの、まあ、ちょっと PL フィルターを効かせて、うん、青空をピシッとこう見せて、葉っぱの色を見せて撮ったものですね、うん、あの最近なんか風景撮る人がフィルター流行りじゃないですか、はい、フィルターは何で使うの。うんと、例えばこういうシーンで葉っぱのテカリがすごく強いと色が全然出てこないんですけども、少し効かせるとこの緑色がグッて出てくるんですね。光をコントロールするというか、あのおそらく例えばスタジオとかだとこうコントロールしやすいですけれども、風景って太陽の位置を動かせないので、やっぱりこう手前のこのフィルターでコントロールするっていうのがもしかしたら多いのかなと思います。じゃあそれはあくまでも変更とかそういうフィルターなんですか。色を変えたりとかしない、ね、あんまり今のところ、うん、風景のところでやってる人は少ないですね。あ、本当に、はい、風景写真ってレタッチするんですか。あの人それぞれなんですけれども、うん、私は多少します。どういうところするんですか。例えばサイドを少し上げたりとか。あ、そういう意味なのね、はい、メリハリつけたりとか、うんうんうん、あとはゴミ消したりとか。そうですね、ダストが入っちゃったら消したりとかします、うん、はい、お、すごいね。これは季節は夏になったんでしょうか。はい、これ夏になりました、ね、はい、滝、これあの、はい、滝の足元の風景なんですけども、あのシャッタースピードを少し遅くして、うん、こうあの水の軌跡を描いているところですね。2分の1秒、はい、当然三脚つけて撮るんでしょ。あ、はい、三脚つけて撮って。当然こういうとこ一人で行くんでしょ。はい、もう本当にすぐ近くにちょろっと行けるところです。ちょっと山の中じゃないです。なんかそういうイメージでね。クマとか出てきたりしないでね。クマはいるかもしれないですけど。こう担いでこう一生懸命こうやっと滝に来ました。いや、これはだけどそんなになんか手短なところに行ったとは思えないよね。はい、ちょっとこう、うん、ちょっとなんか優しさの中にちょっとね、水の動きが荒いところもあるし、うん、光がこう入ってて、これはあえて一つ入ってるんですか。はいはい、あえてちょっと季節感を出したいなと思って入れました。ちょうど来たんですか。あのちょうどねここに流れ着いてて、あの少し動いてはいるんですけど、とどまってくれてたので、ね、これが例えばねこう赤い葉っぱとかだと秋らしいですし、まあ、夏だったので本当に、ね、はい、俳句みたいですね。そうですね、うん、そうだよね、はい、うん、あ、いいこと言ったね、俳句だよね、うん、そうですね、うん、夏
なんか一句考えようかな。あ、出たね、これいいね。これはあと3日前ぐらいに撮ったものなんですけど。ほやほやなんですね。はい、俺が言っちゃったね。なんで？ほやほやも新作も欲しいって言っちゃったら、だけどいいね。綺麗。草もみじがね、すごく綺麗で。これなんかストロボ焚いてんの？いえ、焚いてないです。そのまま？はい、そのままですね。すごいね、なんか日中シンクロしたみたいにパキッと来てて、後ろがガチッと出ててね、いい。綺麗。よかった。ありがとうございます。いい日ですね、この雲。うん、え、いつ？3日前。天気良かった？台風一過ですごい焼けたんですよ。そうなんですね。やっぱ台風の後は狙いますか？そうですね。色は綺麗ね。ね、うん、すごい良かったです。で、9月ってね、まだ紅葉が始まってないって皆さん結構思ってるんですけども、うん、結構 ね、すごいですね。始まってるよね。始まってますね。うん、俺もさ、撮りたいなと思ってね。うん、え、何を？十勝のね、秋を撮りたいと思ったらもう終わっちゃってんだよね。うん、もう、うん、もう黄色くなって赤くなってるもんね。もう冬なんじゃない？うん、だからやっぱりこの季節を外すとまた違う写真。まあだけど。きっとレイクさん、これ別に季節関係なく作る気になればいろいろ撮れるでしょ。これがなくてもいろいろ。ああ、そうですね。はい、ね、いろいろと。だからオールシーズン撮れちゃうよね。そうね。風景っていうのは、うん、ある意味。ちなみに3年間修行ってどういうことしてたんですか？まあ、風景写真出版さんの方で若手風景写真家育成プロジェクトっていうのを参加させていただいたんですね。実際何するんですか？実際ですね、ホテルで普通に社員として働きながら自分で自主練をするっていうので。そういう形なんですね。3年間って長いなと思ってたんですけどもうひたすらでもね、本当に朝から晩まで働いてたので、隙間時間を縫っていかに写真を撮るかっていうなんか精神修行みたいな感じです。それ騙されたみたいな。どっちがメインだろうって。だからなんかそういう給料もらってたでしょ、だけど。はい、普通にサインとして給料いただきながら。それだけでいいプロジェクトだね。何人ぐらいいらっしゃったんですか？私一人で。そうなんですか。あ、そう。そうだったんですか。無事にね、私はこう独立させていただいたんですけど、あとが続かなくて、結局私一回で終わっちゃいましたけど。じゃあ、だけどやっぱりご飯も食べれて。そうですね。ね、その季節を3年間見続けたってのも結構すごいね。働きながらちょうどいい時間帯がね、今撮りたいと思ってます。働いてなきゃいけないでしょうね。今できないでしょう。いや、今どうにか頑張れますね。今もう一回やれってできる。一応どうにかできます。あ、そう、うん、まだ若いから。でもその何でしょ う、 こう蓄積されたこう撮りたいっていう思いがこう爆発してよかったんじゃないですか。そうですね、本当にもううまいよねみたいな。それだけど面白いね。3年間働きまくったっていうのは。そのプロジェクトは一番大事な。うちもなんかそういうプロジェクト作ろうよ。働いてなきゃなんないっていう、ね、フラストレーションがすごい ね、 ね、溜まって、雪をこう蹴ってましたね。これやろ、これやろ。だけどあれだよね、四季をバッチリ感じられるからいいよね。そうですね、うん、はい、そうなんですね。一番好きな季節は初秋ですね。あ、そんな貴重な時は俺ダメなのよ。え。俺はやっぱり春なのよね。あ、なるほど。芽吹いてくる。うん、なんかあんまり紅葉に魅力を感じてない人間なの。うん、紅葉よりも初秋がすごくいいです。目に見えない。まだ始まる前のね。これは紅葉じゃないの。これはまあちょっと始まってる。始まっちゃってる。そのちょっと前が。っていうのは目には見えないんだけれども、匂いとか肌の感覚で、あ、秋来たなっていう、なんか、ね、変わったね、季節が変わったっていう、ね、感覚がすごい好きなんですよね。毒キノコじゃないよね。これ毒キノコです。あ、そうなんだ。可愛いの、みんな毒キノコなんだよ。そうなんです。食べるとどうなっちゃうの、死んじゃうの。死んじゃうと、死んじゃうかな。お腹を壊すと思いますけど、多分ね、ベニテングダケの仲間だと思うんですけど。可愛いけど、すごく。ということはさ、ピネキオとかあれに出てくるキノコはみんな毒キノコだよね、きっと。ですね。可愛いのはね、すっごい強い毒あるキノコもあるんだよね。なんか最近それで騒いでるの。白いのね、真っ白の、うん、あ、うん、なんかみんな食べちゃって、うん、だけど一つあれだね、やっぱりおけ味って大切だよね。こうやって見るとね、本当にすごい。向こうの茶色用の演出もいいですね。こう森の中でこう、ね、これはちょっと歩きました。これはちょっと。俺後ろボケてないの想像して。なんで？なんかボケてないとやっぱり
そう、それはそうです、うん、これやっぱこれだからいいんだよね。ここが気になる、この人急に大きくしたりする失礼な失礼な、すいません、すいません、ちょっとなんかキュッて5人家族なんですよね。結構これ見つけるのもあれなんじゃないですか、こう山の中歩きながら、あの宝物探しみたいな感じですね。ね、うん、使った時はやっぱ嬉しいですね。嬉しいですね。だけど例えば、はい、今年取って来年行ったらないとか。いや、もうキノコは本当に1日ずれるだけでもいなくなっちゃうというか、形が全然変わるので、この可愛い状況はもうこの時だけですね。そうなんですか。あら、どうなっていくの。翌日にはこの丸いのがこんな感じになっちゃうんですね。広がっちゃうんですか、うん、広がってなんか可愛らしさが半減しますね。じゃあその瞬間なんですね。はい、すごい可愛い、いいね、ありがとうございます、いいね、秋ここに立たせたいね、女の子ってそればっかりで、そういう、ね、いいよ、だけどここにいるだけですごいじゃない。これ朝ですか。朝ですね、朝もやがふわっと立っているところに光がスッと入り始めた感じ。これ毎日見れる景色じゃないでしょ、うん、じゃないです ね、 ね、うん、だもやが出ない時も多いですし、うん、こうやってもやが出て霜が降りてるんですよね、うん、それもすごく秋からじゃもう冬に、あ、そうですね、晩秋ですね、うん、いいね、だけどこれもね、やっぱりなんか人に見える、うん、これやっぱりそういう木だねジャックと豆の木みたいにこう、ね、うん、だから森ってそういう意味では、うん、さっきキノコもそうだけど、はい、そういうなんか漫画じゃないけど、ね、なんか童話になる、ね、海じゃならないね、うん、あ、そうですね、うん、ここにやっぱりさちっちゃな小屋が建って、うん、そこで人が住むとかね、うん、海はバッとなったらここに家建ったらもうボロボロになっていくし ね、 ね、あと山はこう四季の変化が、うん、明確ですよね、うん、海よりもどちらかというと、まあ、横手山っていうね、志賀高原の山の上の樹氷なんですね。樹氷、はい、何月ぐらいなんですか。これは1月ですね。もう本当にマイナス20度の世界で、いやすごい、うん、少しこう冷え込んでるので、こういうふうに20度、これはあれ近いの、ね、近いですね、近いですけどレフトに乗っていきます。いや、今どういう格好で行くのかなとかそればっかり気になっちゃってザッザッっていう感じのイメージですけど、うん、あのリフトがあるから楽ちんに光って降りるとさらっと取れるみたいな感じ。南の生まれでこういうところでこう今生きてるわけじゃないですか、うん、はい、寒さって大丈夫ですか。いや、ダメですね、これもあの雪原がね、パーッとこう新雪が降った後なので、うん、でも綺麗なところで、なんか一本の木がドラマを感じる。そうだ ね、 ですね、うん、ただこういう景色あるじゃないですか、よく、はい、うん、そういうのってよその人が例えばこういうの撮ってるなとかっていうのは思って意識して私はこうだって撮る、はい、あ、意識はあんまりしないかもしれない。あ、でも志賀高原だと四郎さんも撮ってるので、うん、やっぱり四郎さんと同じようには撮らないようにしようと思いますねだからこれが入るとか例えば、うん、なんかこの入り方とかも四郎さんとはちょっと違うようになるっていうのはありますけどもだよね、はい、だってさ ね、その時間帯とかこれね、これなくたってこれまっすぐ横一でさ、うん、引いてても綺麗じゃないですか、うんうんうん、でそうやって見たら、ね、すごいなんかあれだから、うん、そこでなんかひねるのかなとかって思ったわけよ、うん、そうね、ずっとこうね、志賀高原で撮ってるのでいろいろ工夫はしたりします。これあのウサギのね、足跡これは前足と、これは何、これがですね、こっちが前足でこれが後ろ足なんですよ。そういうことなんですね。こうやってそういう、こうやって、あ、そうね、こういう感じで、かわいい、後ろ足に力が入ったんだね、やっぱりギュッてね、飛ばなきゃならないから、うん、こっからここに飛ぶってことなんですね。そうですね、多分 ね、方向としてはこうですね、こう飛んでいて相当でかいんじゃない、このウサギ。結構大きいです、うん、はい、でウサギって面白いのがこういうものをあの辿っていくんですよ。なんかこういう草をこう辿ってこう歩いていて、だから目印が必要なんですかね。多分その方がこう安定してるんですよね。俺なんでこれを写してるのかなと思ったわけ、うん、思った瞬間ウサギはってね、うん、そうね、これいいじゃないですか。ここからあのちょっと写真展の、あ、はいはい、の作品、地獄って大胆じゃない。そうですね、11月8日から11月13日まで、はい、ありがとうございます。ナインギャラリーで、地獄というのはそうお伺いしたかったです。そうですね、あの何でしょう、結構こうやっぱり
だんだんねコロナであったりとかいろんなこう今不況であったりちょっとこう抑うつされた世の中で、うん、あの悶々とした不安がどんどんこう膨らんでいるような気がするんですね。でもなんかこう今の世の中ってあまりこう暗いものは蓋をするじゃないですけれども、うん、そういうところもあっていやもっとこうなんかそういったものも見つめてみんなで語ろうよみたいなそうすることで少しこう、まあ、救済じゃないですけれどもつながるんじゃないかっていうあの意図であの開催をしようと思ってます。これ風景じゃないよね。そうなんです、今回はちょっと風景写真じゃないですね、うん、これは、はい、何ですか。これはあのバラの花に乗った雫なんですけども、うんまあ、ちょっとね血液をイメージして、うん、なんか記憶っていうような、うん、あのイメージで撮影をしました。これスタジオでじゃあいや、家のこと自然光で、うん、撮影をしています。すごくインパクトあるね。すごいインパクトある、ね、あこれ地獄だねなんだろう地獄に見えるよこれ。これはあのーまあ、大地を踏みしめろっていうような足だ、うん、足ですね。あなたの。はい私の足ですね。え最初分からなかった。お俺木かと思ったの、うん、こっちから見たの。あそか横から見るとね力を見たら木だと思ったのそう足ですね。もうあの大地そこに大地ありっていう感じで、夜に夜中に裸足でむにむにと一人でむにむにと撮りました、はい、これが本当なんか赤い月がこう浮いていて、うん、もう地の果てのようだなと思って、うん、撮影したものなんですけども、うん、いいじゃないこれ。美しいです ね、いいじゃないね失礼だけどいいよねこれ。今回その地獄を撮るときに、まあ、自分の中にある地獄が、ね、あのまあメインではあるんですけども、うん、あの自分の中にはない誰かの地獄にも共鳴できるようにと思ってちょっとドキッとするそうですねいろんなこうシーンにチャレンジして撮ってみました。じゃあ風景だけじゃなく先ほどのバラのようなそう、ね、はいそういったものも撮影をしているのでちょっとドキドキしながら開催しております。楽しみですね。そうだね、うん、地獄ね落ちないようにしないとね、うん、なんかあのもともとそのなんでそれを発想したかっていうと立山のあの地獄信仰っていうのがあるっていうのをあの知ったんですね 2,3 年前に。でそれででも立山の地獄の先には救済 の、 あの手立てがあったんですね。救済っていうものがあって、うん、だからやっぱりこう救済を導くためにこう地獄っていうものがあの用意されたんじゃないかと思って、うん、それの現代バージョンをやってみようと思って、うん、これ山じゃない山あそうですね立山は山ですね、うん、いろんなのがあるんですよね。上捨て山じゃなくてね地獄捨て山じゃなくて楽しみですね。ありがとうございます、これはずっとこう、はい、やっぱり練ってたの。そうですね練ってあのやるべきかやらざるべきかずっと悩んでたんですけれども、うんうんうん、そのたんびにいろんな方々 の、 そのご縁があって、うんうんうん、背中を押されてやっぱやるべきだなと思って開催を決意しました、うんうん、ね。あのまあ、私の家族とかは心配してそのやらない方がいいんじゃないのって心配する人もいるんですけど。それはタイトルからですか。そうですねタイトルからちょっとあなたのイメージじゃないんじゃないのってすごく言われたんですけど、いや俺も今日フェイスブックで見てえっと思って地獄ってあのやっぱりこう最近ねあのキャプションとかキャッチにね神とか地獄って出てくる人が多いんで、あ、はい、あ地獄はないけど、うんちょっとね、うん、あの写真ってそこまで大きいものなのかなって思ったりもするわけ、うん、だからそういう意味ではあのタイトルがやっぱりドキッとするから、うんまあ、ぜひね写真もねみんなに見てもらって、うん、ちゃんとあのレゴさんの地獄っていうのをちゃんと見せてもらって、うん、聞かせてもらったら少しはあるじゃないかなと思うけど、ちょっとハードルはねタイトルがちょっといかついのでハードル上がっちゃうなっていうのは心配なんですけど、うんだねうん、だから期待されちゃうよね。そうです ね、 ねえ、うん、期待されちゃうよね。だけど写真の持ってる力ってそういうとこだからね、うんうん、ただ撮って綺麗ねっていうこれにはかなわないんだけど、うん、美しいとかっていうのにはかなわないんだけどそこに一つ入るとね挑戦。そうだよね挑戦ですね。あの行こうよ滋賀公園高原
車で行けるから車で行けるからね行きたいです、ね、ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。案内させていただきます。歩かなくていい歩かなくていい。それでガゼン勇気が出た。俺はねそういうことを言う人が好きなんだよ。なんかいかにもさ、大変なんですよと言われると別にいいよって。そんなとこ行かない。いや本当大丈夫ですよ先生、あの車降りたらすぐでそこで一つ分かったことがあった、はい、あそれだか。女子の方が、ねね、あの年齢いってる方でもカメラ背負っていけるってのはそういうことなんだとかね、うんうん、写真展楽しみに。ありがとうございます。ぜひ、ご来場ください、はい、ぜひお待ちしております。私たちもありがとうございます、ねはい、楽しみにしております。ありがとうございます。本日のゲストは萩原礼子さんでした、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に、ね、なんか良かったね今日は。ありがとうございます。いつもいいですカメラがつないできてくれた、たくさんの人との出会い、チアメイヨじゃなく、これこそが生涯の宝物。この手でカメラを掴んだ日から、生きるために写真を撮っている。話すように